1960年代の初めにイギリスに新しい音楽シーンが生まれつつありました。そう、ね、アメリカの近年の音楽曲がロックンロールのベースにシンプルなギターサウンドを携えた多くの若者たちが日夜スキルを磨いていったのでした。あるものはドイツのハンブルグで修行し、あるものは地元のライブハウスを熱狂の渦に巻き込み、そしてリバプールのビートルズというグループがチャートを賑わせる頃、席を切ったように多くの若者たちが世に出ていったんでした。そんな音楽シーンは現在マージビートと呼ばれています。我々シアーはそんなマージビートの雰囲気を味わっていただくべく今日このステージにやってまいりました。知らない点も多いと思いますが、40分少々の間お付き合いくだされば幸いに存じます。 Here we go! We are! That's right, you are! We are! 1, 2, 3, 4! If you should walk right out of the door日本では馴染みの薄い音楽ジャンルかもしれませんが、珠玉のナンバーが多数眠っていることも確かです。そんな宝物を探しに皆さんと一緒に発掘発見の旅に出かけたいと思います。準備いかがでしょうか。ありがとうございます。今日のオープニングナンバーはルーレットのバッドタイムをお送りしました。次はですね、リバプールの人気グループの一つサーチャーズのニードルサンドピンス聴いてください。Let's go!
ありがとうございます。後ほど詳しく紹介いたしますが、今回からシュアに新しいメンバーが加入しました。音楽活動以上に、練習の後の反省会が何より大切という好青年ようちゃんです。イエーイ。ようちゃんから見たシュアの印象は、趣があるバンドと思います。趣がある趣がある。うなぎまとめましたね。さすがです。お客様に一言どうぞ。非常に見た目おっさんなんですけど、新人ということでよろしくお願いします。イエーイ。そんなわけでシュア同様、りょうちゃんもよろしくお願いいたします。それでは次に行きましょう。我々の若い頃、音楽に対する情熱は熱かったですが、情報が足りませんでした。そんな状況を補ってくれる今が僕は好きです。ダスティ・スプリングフィールドの Every Day I Have to Cry です。
まあ、給水もままならないといったところですが、若干お待ちください。かつてイギリスに、トップギアと音楽園がありまして、僕も以前に鑑賞する機会に恵まれたんですが、画面に躍動する麗しい歌姫に目が釘付けになってしまいました。スーザン・モーの Make You Mine 聴いてください。女性ベーシストが在籍したことで知られているんですが、それ以上に、楽しさいっぱいの和気あいあいとした演奏シーンが印象的なアップルジャックスの Like Dreamers を聴いてください。
施設も抜群ですし、街全体が静かな雰囲気で実に素晴らしいですね、そんなわけで今日は、全業のメインアクセスラインである小田急の車にメンバー紹介をさせていただきたいと思います。わかりますか？小田急の特急が走るところ、手話のサウンド作りに日夜頭を悩ませているとかいないとか、ギターのひねりを紹介します。ひでさんにとって、おだきゅうといえば、チャレンジして、このものはまだ新幹線の中で、夢の頂上中でもうできない。初めて乗って、どこに行くんだろうと思ったら、いわば身近な夢の曲っていうですね、常に平常心、常に平常心、おしゃれな手話ひでみ。次は虎視眈々と手話のセンターポジションを狙っているとかいないとか、ベースのようちゃんを紹介します。忘れられない思い出を皆さんにぜひお披露目です。小学生の時に行ったあの江ノ島が元なんですけれどもね、江ノ島は一応まあ周遊しまして最後にあの砂浜で遊ぶんですけれども、小学生なんで結局あの砂浜から海に潜っちゃうわけですね。で着替えて、いや着替えとか持ってきてないんですよ、はい、で最後にあのずぶ濡れになったまま小田急線に乗って帰ると、そして非常に迷惑をおかけしましたということでございます。よくぞお無事でお戻りになられました、準備万端、ハットなしはようちゃん。週末はどんな酒を飲もうかしらなんてワクワクドキドキしているとかいないとか、ドラムのユミナを紹介します。ユミナさん、小田急の思い出を熱く語っちゃってください。諦めにするピュアな手話ユミナ。そんなわけで、何言うかかなり忘れましたけど、手話の、雑用係兼司会のやすです、小田急のロマンスだけはかつて、2つの会社が競い合ってシートサービスというものを行っておりました。飲み物なんか頼むじゃない、そうするとね座席まで持ってきてくれるっていうのがありました。ありました。はい、日東紅茶だったらアイスティー、森永ならばアイスココア、両者の、特徴がよく出ていて素晴らしかったです。変態マニアックジジイの塩安でした。
次の、手話の、選曲がマニアックなのは承知しているんですが、次のナンバーは、ベイシティローラーズが取り上げてくれたおかげか、楽しみにしてくださるお客様もいらっしゃって嬉しい限りです。ダスティースプリンフィールドの I only wanna be with you 聴いてください。ステージマナー、全ての面において高いクオリティを誇るデーブ・クラーク・ファイブのメロウなナンバー「How to Inside」を聴いてください。
ありがとうございます。温かい拍手心に染みます。ローリングストーンズとビートルズ、サウンド的に言うとローリングストーンズは6つ、ビートルズはマージビートですかね。じゃあ次にお届けするナンバーは皆さんにはどのように映るんでしょうか。スモールフェイスのシャラララジをお送りしましょう。人生の中で美しい思い出になりました。そんな素晴らしい場所を提供してくださった全陽マリンのオーナーご夫妻に、拍手をお送りしたいと思います。マスターママさんありがとうございました。そして、我々シワマスターありがとうございます。もう一度拍手お願いします。そして我々シュアーに声をかけてくださり、何かと気にかけてくださる、メンズの皆さんありがとうございます。最後になりましたが、温かく見守ってくださったお客様皆様本当にありがとうございました。心から感謝申し上げます。それでは、スイミングブルージーンズのおしゃれなナンバー Promise You Tell Her でお別れしましょう。
日本では愛の参加として知られるジャッキー・トレントの If You Love Me 聴いてください。楽しくにこやかに SKB の皆さんが登場します。
感情がそのままにどうぞお見逃しください。最長のメッセージ、Thank you。